んにちは、花子ママだよ。今日はですね、昼間のね、中村橋のお散歩をしようと思って、一人じゃ寂しいので、今日はスペシャルゲストもお呼びしております。それではどうぞ。トミコです、よろしく。大衆トミコさん、今日は一緒にね、中村橋のね、お散歩をね、楽しみましょう。トミコさん、うんうんって言ってます。じゃあ行くわよ。今日はなんかいいわね、気候の方もね、暑くもなく寒くもなくね、ちょうどいい感じじゃない？トミコさん、どう？明るいところはどう？いつもさ、お店の中ばっかりいるからさ、トミコさんさ、外に出るのはさ、初めてじゃないかな、トミコさん。そうね、初めてよ。嬉しいわ、風が気持ちいいわ。ウキウキしてるね、今日はトミコさんがね。え、今日輝いてるもんね。さっきね、マスカラもね、塗ったからすごいまつげも上に上がってるね。かわいい。これをね、まっすぐ行くと駅なんだけど、これはお店の紹介の時も道はね、出してるわけよ、動画に。だから通らない道を通ってみようかなって思って、その辺のさ、道を右に行ってみない？通ったことないのよ、私。右行ってみよう。ね、あら、なんか気になるわね。これ何かしら、トミコさん。金玉じゃないわよ。来ましょう。そんな下ネタまで飛び出すなんてびっくりしちゃいましたけれどもね、昼間なのにね。関係ないんだよね、そのね。うん、わかります。普通に住宅街だよ。お店なんかないんじゃない？どうなんだろう。中村橋ってさ、高層マンションみたいなのはないよね。なんか低いよね。なんか規定があるのかしらね。あれ？なんかある、旗が。なんだ？あれ、米屋だね。米屋だったよ。米屋。新米入荷。あ、なに？パン工房とかあるわよ。パン屋さんなんだ。うん、間違いない。うん、間違いないってなんか聞いたことあるわね。これ作ってらっしゃるのかしらね。いい匂いがするね、トミコさん。北口を出ますね。そしたらね、いろんな種類がね、あるね、あのお菓子の町岡さん。そうすればみんなわかるでしょね。うん、間違いない。うん、間違いない。なんなのこのお店は。うん、間違いない。あ、ごめんなさい、なんかすいません、なんかずっと言ってたわよ、怖いわ、もうね。ねえ、ずっと喋っちゃうからじゃ。なんかお店はありそうなんだけれども、なぜかシャッター閉まってます。なんでしょう。ほら、こことかもさ、なんかバーよ。あら、おしゃれな、ちょっとバーっぽいじゃないこれね。なんかレコードでさ、ほら、レコード、ジャズの店だって。ジャズ好きだから行ってみたいわね、一回。ちょっと気になるわ。あ、ちょっと発見したわよ。私も結構レコードが好きで、ちょっと今度この店に行ってみようかなと思いますよ。あ、ぬくい浴場は有名だよね、よく聞く。うん、なんかすごいね、中はね、露天風呂もあったりね、するらしいよ。私はまだ行ったことないけど、今度行ってみようかしらね。トミコさんも入る？一緒に。あ、ここか、春夏秋冬。ここがね、すごいね、友達がやっているね、お店なのよ、春夏秋冬ってね。ここは安くてすごく美味しいからね。え、トミコさん、すごいわ。でもさ、トミコさんって結構キューティクルあるね。キューティクルあるわよ、綺麗よ。うん、ね、あそこの端っこになんかコーヒー屋さんがあるっぽいけど、ほら、ここ、あら、閉まってますね。あ、ほら、書いてあるもん、月曜日、水曜日、休みだって。もうだって、いつもの通りに出ちゃうよ、これじゃあ。ねえ、アキダイさんね、アキダイさん有名だからね。うん、ほら、ここはいつもの通りよ。またでもさ、夜とさ、昼間じゃ全然違うね、中村橋のこの通りはね。あ、さっき間違いないってあったよね。
あれ支店、支店なの。あ、さっきパンあったじゃん。一緒一緒、支店。中村橋に2軒もあるの、そんなすごいのかしら。気になるね、パン屋さん。うん、そっか。あらいいわね、風月堂さんね。和菓子いいよね、和菓子。とみこさんさ、大福好きじゃん、ね、ちょっと買ってこようか一緒にね。じゃあ行こう、ちょっと、ね、く、あ、練り丸餅。なんですか練り丸餅って。これいいですね、これ4個入りもらおうかな。お願いします。はぁ、練り丸餅ゲット。大福みたいだよこれね、練り丸だから。なんだろう、お味噌とか中に入ってるらしいの、大福の中に。ね、珍しいじゃんね。ちょっとこれ一緒に食べよう、とみこさんね。どっか食べるとこないかな、とみこさん。ベンチとかあったらさ、ね、もう歩き疲れたでしょ、とみこさんもね。ちょっと座りたいけどね。ベンチ発見したんだけどさ、ちょっと電気いいんじゃない。あれちょっとさ、ちょっとね、ベンチ座りましょうね。ちょっとさ、ちょっととみこさんをここに置いて大丈夫かしらね。あ、とみこさん、はいどうぞ。はい、練り丸餅です。ね、これ食べて。好きでしょ、大福ね。はい、ここ置いとくから食べれるかしらね。じゃあ私もちょっと食べてみますね。待って、入ったわ。ちょっと揺れてるね、とみこさん。あ、美味しい、美味しいみたいです。揺れております、とみこさん。ちょっと食べてみようかしらね。あ、柔らかい。粉まみれ。なんだろうこれ。これ大根っぽい。うん、すごい。あんとお味噌、あんと味噌あんが入ってますね。うん、うんうん、上品なお味って言ってます。柔らかい餅が、ほらめっちゃ柔らかい、ね、食べます。いらない。何の撮影かなと思ってこれあげる、ほらお姉さんもちもち、あげるあげる、ほらほら、どうぞどうぞ持ってってよ。今隠してお菓子いっぱい。何だ、中村橋の芝居遠慮がちなのかしら。お姉さん食べません一体皆さん遠慮すんの ね、 ね。大福食わねえかい、中村橋の人たち一緒に。